今日、札幌市内で出馬会見に臨んだ弁護士の渡辺達夫氏。私が目指すのは、市民主権を実現し、命と暮らしを守る姿勢です。会見には渡辺氏に出馬要請を行ってきた共産党などの団体も同席した。率直に言って秋元市政というのは非常に冷たい。私たちの声に真正面に向かっていただけない。渡辺さんとともに全力を挙げてこの市長選を戦うという決意を述べさせていただきたいと思います。渡辺氏は札幌市などが創成川通りに整備を検討している都心アクセス道路に反対の立場を示した。1000億円の道路より高齢化社会の中で必要な特養の増設、少子化対策でもある子どもの医療費助成と保育所増設、そういった市民にとって喫緊の課題を優先させたい。それが私の思いです。渡辺氏はオリンピック・パラリンピック招致にも慎重な姿勢を示したほか、泊原発の再稼働にも反対の立場を表明した。現職の秋元克弘氏は去年12月に再選出馬を表明。立憲・国民の推薦に加え自民・公明の支持も受けている。与野党相乗りで無投票当選の可能性もささやかれていたが、ようやく対抗馬が現れた。考え方あるいは実績ということをしっかりと訴えさせていただいて、その上で今まだ足りない部分があってですね、道半ばという思いで次の立憲をしておりますので、次はそれに向けてどのように政策を打っていくのか、そのことをしっかり訴えていきたいというふうに思っています。